チャオティイタリースクエアチャンネルの健作です。健太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、はい、とても重要な発表があります。はい、なんとこの日本発売が決定しました。やりましたよ。やりましたね。やっとですよ。はい、1年間かけて、うん、はい、これは何かと言いますと、はい、イタリアでもとても貴重なビオの少数生産、うん、サフランを日本で発売することが決定しました。念願ですよ。念願。やっとです。1年間かかりました。かかりましたね。いや、何が問題だったかというと、はい、やはり、現地直送、うん、はい、まあ、代理店さんとか挟まずに、うん、僕たちが直接、貴重な生産者を見つけて、はい、クオリティの高いものを見つけて日本に持っていくという、はい、これはもう僕たちにしかできないんじゃないでしょうか。そうですね、はい、はい、ということで、はい、今回はこのサフランを使って、うん、イタリアでも最も有名な料理の一つと言ってもいいんじゃないでしょうか、はい、リゾットアラミラネーゼ、ミラノ風リゾットを健作さんに作っていただきたいなと思います。わかりました。はい、では料理の方よろしくお願いします。はい、料理スタート。ミラノ風リゾット2人前の材料。リゾット用のライス 150g、 牛の骨髄 10g、 これはお好みで。バター 40g、 玉ねぎ 20g、 白ワイン 25g、 サフラン1人前が10本、2人前なので20本。肉のブロード 500ml、 パルミジャーノレジャーノ 30g、 塩少々。はい、健太くん、できましたよ。いやー、素晴らしい、はい、初めて作りました。めっちゃいい匂い。いい匂い。香りがやっぱ違うね。うん、いい色してるでしょ。めっちゃいい、ね、このね、はい、赤の金と言われる、あ、赤の金、サフランで、はい、イタリアでも有名なリゾットアラミラネーゼ、うん、ミラノ風リゾット、はい、作っていただきましたけれども、どうでした？難しかったですか？いや、もう意外と簡単だよね、うん、誰にでもできる、できるできるできる、誰にでもできる料理を、この貴重なサフランを使って、はい、皆様のお家でも高級イタリアンを楽しめるという、ね、はい、はい、料理だと思います。はい、じゃあシェフ、シェフお願いします。一緒に食べよう、一緒に食べよう。はい、美味しいかな。はい、ちょっと、はい、食べましょう。はい、どうぞ、はい、どうぞ、どうぞ。いただきます。はい。うん。美味しい。やばいっすか。うん。香りがめちゃくちゃいい、まず。普通のなんか市販のサフランとやっぱ違います。なんかね、最後まで香りが広がる感じ、口の中に。
やっぱりね。一瞬だけじゃなくて、うんうん、確かに市販のあの粉のやつって、うん、すぐなくなっちゃうんですよ。じゃあ僕もしていただきます。うん、うまっ。めっちゃうまっ。めっちゃうまっ。どういうこと？ミラノ風リゾットってこんな美味しかったっけ？めっちゃうまっ。すごい。ありがとうございます。すごい、やっぱ香りが口の中で広がりました。そうそうそう。美味しいね。え？全然期待してなかった。結構美味しいんだよな。めっちゃうまい。めっちゃうまい。うまみがすごい。ね。で、まあ、あのね、骨髄も入れたらね。うん。また、うん、そのうまみを加わる。うん。いいと思います。はい。はい。で、ここでね、皆さんに、生産者のジョアンナさんから、はい。一言。あるようなので、はい。そちらの方を見ていただければと思います。はい。じゃあ、それでは僕たちから、チャオー。チャオー。また会いしましょう。お会いしましょう。Buongiorno a tutti, piacere, mi chiamo Giovanna Dascagno e sono una coltivatrice di zafferano biologico. Il mio zafferano viene prodotto a pochi chilometri dal mare, in provincia di Teramo, sulle colline di un piccolo paese che si affaccia sul mare Adriatico, di nome Giulianova. I metodi sono tutti naturali, nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente. I terreni in cui viene coltivato non sono mai stati trattati chimicamente e i metodi di raccolta sono esclusivamente a mano. Spero che vi piaccia il mio zafferano biologico. È biosostenibile, anche perché è coltivato con tanto amore e passione. Vi abbraccio tutti e vi bacio. Ciao!